嫌なことだよね。僕が大切な人を話さなければならない時が来ました。この感情は本当に辛いんです。彼女と過ごした日々は僕の生活の一番の美しい時間でした。彼女の笑顔、彼女の声、すべてが好きだよ。この思いはまるで雲のように僕の心を包み込む。でもこれは必要なことです。自分自身を愛し、自分の道を進むこと、彼女幸せを願う。それは僕のできる最後の愛の表現です。辛いけれど、僕は強くなりたい。彼女のために、そして僕自身のために、離れていっても彼女を忘れない。いつも彼女の幸せを祈ります。さようなら。この最後の言葉を、ありがとう。楽しかった。